岡崎円中肖像写真岡崎思う味噌から1905年5月20日は、岡山藩市、三菱商会本社副支配人、日本郵船長崎支店長、日本提業取締役、東京株式取引処理事、チャージン、陽明郎吉、のちたき之す豪合中、谷上、1840年、備前国小野郡内田村生まれ、1870年、 30歳の時は、日置健太郎支配の岡山藩下級藩士であった。1877年36歳の時に、岩崎八太郎が創設した、三菱商会に初期係として入社。後に、本社副支配人となる。1887年、三菱の商店、平五郎、内田耕作、浅田正文、岡本健三郎らと共に、日本優先を創立した。 特実な性格として知られ、武器を収めた、読書家で、駅、鹿、港に通じ、特に佐藤の手前研究をした。禅は、南委員禅具、大統領道林に指示した。佐藤は、オリベ流の古田総監より改定を受け、円柱と合し、茶室の暗号は谷上案で、国心とも合した。1898年、松浦船、新月安が在京の家族。 自名市党と設立した、ン番茶事グループ、和形会の会員となる。会員は、岡崎、松浦のほか青地育次郎、石黒忠則、伊藤俊吉、伊藤助丸、岩見明作り、金沢三右衛門、戸塚文会、安ずまたねき、東久世道富、久松勝成、松浦久し、三田歩行三井高弘、安田善次郎の以上16人、高橋義男が 入会で、世に、十六羅漢と呼ばれた。書の鑑識願に優れ、重要文化財、月文明牧石などの牧石、杉色紙、世の中は、などの名品を収集した。1905年5月20日に没し、山中霊園に葬られた。去年65歳。養子に、岡崎縁童がいるが創生した。子に、滝之助がいる。おもんみその次女ごとは、 河野昌平の妻となった。親しい友人としては、浅吹英二、渡辺宗、内田耕作がいる。茶人間では、和慶会の会員の北海道寛一、古筆、両中、大久保北院らと、言うした。ありがとうございます。